きな拍手をお願いします。よろしくお願いします。まあ、難しく学んでもしょうがないんで、できるだけ楽しくやっていきたいと思いますんで、お付き合いいただけたらと思います。さっき委員長からゴミ拾いの話で言うと、僕も最近ライフワークで、娘の登下校にくっついてゴミ拾いをするみたいなちょっとやってるんですけど、ゴミ拾いもそうなんですけど、まあ、今日もね、ケニーさん応援してるっていう方が多いんかなと思うんですけど、政治もそうですけど、僕らの一歩なんか何にもならないよっていうのちょっとよく思いません？僕らの一票ってあんま意味ないよとか、あとはゴミ一つ拾ったって捨てるやつがいっぱいいるからみたいな。でそれもこの SDGs 学んでいく中で出会わせてもらった言葉が素敵だなと思ってて、小さなことっていうのは小さいからこそ誰でも真似できるっていう特徴があるらしいです。小さいことっていうのは小さいからこそ誰でも真似できるって。僕、6歳の娘にくっついていって、3歳の娘を金魚の糞みたいに連れて行ってゴミ拾いしながら登下校のゴミ拾いやってたんですけど、1週間ぐらいそれ続けて、とある日に僕が聞いてくださってる方いるかもしれないですけど、 FM 群馬っていう、はい、そこの朝のラジオ番組ワイワイグルービンっていうので、前橋から伊香保までマラソンさせられるっていうそういう企画やってたんですけど、その時に伊香保のさ、ホテル街ね、あそこの両脇、皆さんあれ歩くことないでしょ、ね、俺は走って伊香保まで行ってるからそこを見たんですけど、ゴミすごいのよあそこで。この自分の地元の登下校をゴミ拾ってて、それは、ね、やっぱりやればやるほど綺麗になってるからあれなんですけど、そのまた別のところでは伊香保でこんなにゴミが落ちてるってなったら、当然俺も思ったんですよね。俺のやってるゴミ拾いなんか何の意味もねえなと思ったんですけど、その時に嫁から1個 LINE が送られてきて、その日は僕の代わりに妻が6歳の娘を連れて3歳の娘を後ろに引き連れて送りに行ってたらしいんですけど、その日その3歳の娘が道路に落ちてたゴミを拾ってたらしいんですよね、はい、だからちっちゃいことっていうのはちっちゃい代わりに誰でも真似ができるっていう特典がすごいあるのかななんて思ってて、だから大きなアクションで別に無理に起こす必要なくて、選挙もそうですけど、なんかそういう形でみんな一人一人が考えていくようになったらいいななんていうのをちょっと根っこで思ってます。じゃあ今日お話ししていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。拍手。拍手はいいですよ皆さん、知ってますか？手のひらっていうのはめちゃめちゃ毛細血管が通ってまして、拍手すればするほど若返るそうですよ。あ、いいこういうなんか一個一個に意味があって、そういうのを考えながらやると、これ知ったらこれから多分皆さん拍手するたびに若返ってる若返ってるってやれると思うんですよ。俺それすごい重要だと思うんで、それ結構 SDGs の根っこです、はい、どんな人間がね、お話ししてるのかみたいなところちょっと分かってないとなかなか話も入ってこないだろうなっていうことで、ちなみに聞きますけど、アンカミカ知ってるよっていう人は、ああいいですね、いい成績ですよ、近年まれに見る。知らないよっていう人は、ああいるんですね、はい、すぐ下げます。ゼロでいけるかなと思います。そんなことだった。学校でね、結構お話しさせてもらってるって言ったんですけど、冒頭で今必ず言うようにしてることがあって、今日僕これから講演させてもらうんですけど、僕の講演が面白くなかったらお前ら一人一人のせいだからねって最初に言うようにしてます。はい、最低でしょ。生徒びっくりしますよ。これちゃんと理由があってですね、面白い講演だったらただ聞いてればそれはその時点で面白いんですよ。ですよね、面白いんだから。ただこのつまらない講演の時に、なんでこの人の話つまらないんだろう、なんで入ってこないんだろう、こうしたらもっと伝わるのになっていうふうに考えながら聞いたら、そこもその時点で学びの時間に変わるわけなんですよ。なので本人のスイッチ次第だなと思ってて、はい、だそこを、まあ、今の子供たちは特に、でこの SDGs の根っこも本当にそういうことです。でもう知識、情報は誰かが与えてくれる時代じゃなくて、自分で掴みに取りに行く時代だなと思って、その感覚をなんか持ってほしいなみたいなので、その辺は大体学生、子供たちには伝えるようにしてます、はい、なのでもう一回言いますけど、今日この講演が面白くなかったら参加している皆さん一人一人の責任なんで、はい、クレームはお断りします、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ改めて SDGs ということで、この辺はちょっと省いていきますね、あんまり時間もないんで。サスティナブルディベロップメントゴールズ、これの略で SDGs でございます。で、サスティナブルディベロップメントゴールズなんで、 S が大文字、 B が大文字、ゴールズの G が大文字で、最後の S はゴールが複数形になってるんでちっちゃい S になってます。で、これで SDGs です。で、下のバッチの話なんかもいいですよね。最近よく議員さんとか銀行の人とかがよくつけてて、はい、
笑い話ですけど、それ何のバッジですかって聞くと、いや、なんかよくわかんないんだけど、オリンピック関連かなんかのっていう答えが返ってくるらしいです。はい。まあ、それぐらいの流行り方を今、日本ではしてるっていうことですね。はい。一応、これ、一個一個略していくと、持続的。サステナブルが持続的ですね。はい。で、ディベロップメントが開発、発展とか。で、ゴールズが目標。で、目標はいくつもあるよって複数形の S がついてるっていうことです。これ、日本語に訳すと、持続可能な開発目標っていうふうになってます。まあ、これうちの嫁とかが家でよく言うんですけど、 SDGs なんていう横文字そんなん入ってこないよと。持続可能な開発目標なんだその日本語、聞いたことねえよ、もっと入ってこねえよって、もう本当おっしゃる通りだと思ってて、それでも一応これで日本は戦おうとしてるんで、ここに向き合っていくしかないです。持続可能な開発のための目標で重要なのが、持続可能っていうことだと思うんですよね。この言葉の意味を掴んでることがまず第一かなと思ってて、でこの表でございますって、これがすごくわかりやすいんですけど、これ、日本ってやっぱりどう考えても世界の中で豊かな暮らししてる方だと思うんですよね。はい。で、その日本がやってる豊かな暮らし、日本人がやってる豊かな暮らしを世界、地球に住んでる全員がやっちゃった場合、地球の資源何個使っちゃってるでしょうっていう表です。はい。わかりました。ちょっと難しいこと言いましたけど。日本人のこの豊かな暮らしは、これ地球に住んでる全員がやっちゃったら地球何個使ってるかってことで、日本は、2.8 個っていう数字が出てます。で、最近また上がって 2.9 とかって言われてるんですけど、要するにですね、日本人のこの贅沢な暮らしを地球丸ごと住んでるみんなが全員やっちゃうと地球足りないんですね。 1.9 個、はい、そういう暮らしをしちゃってるってことです。で、この 1.9 個足りないってどういうことですかね。借金してるわけですよ、どっかから 1.9 個どこにですかね。多分僕はこれ未来だと思うんですよ。はい、なので我々は今この豊かな暮らしをしながら未来に、だから自分の子供、孫、かわいいかわいい言いながら、その、贅沢な暮らしはかわいいかわいい言ってるその孫にお金借りてる状態です。はい、それを意識しましょうということです。で、これを見るとよく言うのが、じゃあいろいろ我慢しなきゃだねって言うんですけど、日本人のこの暮らし方、これを地球1個分に合わせると1980年代に戻さなきゃいけないそうです。はい、でも多分無理です、今更それは無理です。たまにいますけどね、そういう人ね。山奥にこもって自給自足っていう人いますけど、多分無理です。なんで、ここで考えなきゃいけないのは、我々の普通に今暮らせてる、まあ、通常の暮らしが、地球 2.9 個分使っちゃってるような暮らしなんだなって分かってて過ごすことです。はい、今、我々の罪は、これを知らないで毎日を過ごしてること。そこ1点だと思ってて、それを知って、一個一個の選択、今日はポテトチップス我慢しておこうかなとか、冷房の温度ちょっと一度上げてみようかなっていう選択肢を持つっていうことです。はい、何気なくやっちゃってる選択肢の裏では地球 2.9 個分を使っちゃってるってことですね。はい、すごいですね。学生が今一番目の前の席でメモを取りながら聞いてくれて、ね、後ろ見て誰もメモを取ってないよ、すごいね。それがまず1点で、あと強いて言うなら、この地球 2.8 個分 2.9 個分使っちゃってる暮らしの裏側、地球の裏側で地球 0.1 個分の資源も使えてないのに僕たちが引き起こしちゃってるかもしれない地球温暖化の影響だけはもろに受けてる人がいるっていうことです。はい、でそれもしょうがないとは言わないですけど、実際起こってることなんですけど、それが起こってる上で我々は日々一つ一つの選択を大事にしていけるかとか、日常を過ごしている毎日を大切にできているかっていうところが、まあ、考えることなのかななんて思います。はい、でまあ、とにかくもう政府が上から誰々さん何々しなさい、国民全体でどうこうしていきなさいとか、そういうのは多分もうなかなかできないんだろうなと思います。はい、で上からトップダウンで偉い人がこうやってバーってみんなやれよっていうやつは、アベノマスクみたいな失敗を永遠に起こし続けるんで、もう一人一人がちゃんと自分で考えていて選択できる世の中にしようよっていうことです。で我々は特にその選択できる情報とかそういうのを掴む道具はもう持ってますんで、あとはみんながスイッチ入れて考えるだけかななんていうふうに思ってます。で、ちょっとここで一個動画を見てもらって、まあ、考えていただけたらなと思うんですけど、はい、じゃあ白熊さんの動画です。どうぞ。
まあかわいそうですよね、白熊さんがね、まあ、知らないことを知っていくっていうことなんかなと思うんですけど、多分我々が知らなきゃいけない情報だったり選んでいかなきゃいけない情報は多分こういうこと、一つでも多く知っていくことで、少なくとも芸能人の不倫じゃないんだろうなみたいなのが、僕が思うことですね、はい、で一応これが、SDGs を分かりやすく、まあ、示しているあれで国が進めてるのかな、流しそうめんで、はい、表現してます。でこれ下が上からいこうか、上の図がこれ、SDGs がない世界です、はい、上からそうめんという、まあ、これが何なのか、まあ、未来とか豊かな暮らしとかにしましょうかね、それを流して上の人が流す と、おじいちゃんおばあちゃん世代がもうとにかくお腹いっぱいになるまで食べると、はい、上で食べると、でその後に流れてきたそうめんを、まあ、また僕ら世代ですかねがお腹いっぱいになるまで食べるとね、はい、あいつよりも贅沢するんだ、あいつよりもいい車乗るんだとかっていう価値観かなと思うんですけど、で食べたら最後自分たちの子供孫に何も残ってないっていうことですね。でこうだったら普通よっぽどの神経持ってれば途中で気づいてあれ孫が一個も食えてねえぞってなるんですけど、僕らの世界って豊かすぎて便利すぎてこの食べれてない人見なくて済んでるんですよね、今ね見れないようになってるんですよ、だから気づかないんですよ。でもちょっとこうやってここ見てあげれば状況はもう分かるんで、これすぐ知れることなんで、その知った上でどう考えるかってなったら SDGs のある世界は下ですよね、あの流れてくるっていうね。でまあ、次の人を考えながらとか自分さえ良ければいいっていう考え方を捨ててるっていうことなのかなと思います、はい、でそれが SDGs の結構根っこですね。で、まあ、今日どこまで話せるか分かんないですけど、とにかく自分さえ良ければいいっていうのを捨てるっていうことは視野が狭まっててもダメなんですよね、短期的な視野で捉えずに長い目で見るみたいな言葉だったり、あとは人とのつながりとか目の前に出てきた完成品がどういうふうに作られてるかとかっていうような視野を持つことがざっくり SDGs です、はい、一応ここで言っとくんですけど、今世間で流行ってる流行に乗ってる SDGs の僕の体感ね、8割9割は今までやってきた環境にいいこととか、今までやってきた社会貢献活動、まあ、CSR 活動なんて言いますけど、その活動に SDGs の番号を当てはめて、うちは SDGs 企業です、よろしくお願いしますです、はい、まあ、これも大事なんです、これも大事なんです、自分のところが何やってるかっていうのを、まあ、会社社内で共有したりっていう意味では大事なんですけど、それで終わるものではないっていうことです。で僕も初めて SDGs に出会った時には国連の偉いやつらが集まって世界の知識人が集まって作ったものがこんなしょうもない見せびらかしのためのお金を集めるためだけのくだらないものであるはずがないと思っていろいろ深掘りして見えてきたのがなんかこの視点かななんて思います。でやっぱりちょっとねなかなか日本が今まで培ってきた文化と結構遠く離れた概念なんで受け入れられづらいななんていうのはちょっと思ってます。一応、概略として2030年に向けて17個の大きな目標で、それを達成するための具体的な169のターゲットで、その下に232のインジケーターっていうのがあるのが SDGs です。で今日初めて SDGs を聞いてるよっていう人からしたらもう何のこっちゃわからないと思うんですけど、この辺のお話はもう世に出てる SDGs の本でいっぱい書かれてるんで、それを読んでいただければいいかなと思って、多分俺がするべき話、僕がここ呼んでもらってる理由はそこじゃないんで、この辺のところはちょっと飛ばします、はい、世界がやって、国がやって、日本がやって、企業がやって、自治体がやって、市民一人一人がやってて、みんなでやってこうよっていうことですね、はい、で具体的な、その17個のゴールっていうのはね、よく、まあ、皆さんが目にするものかなと思うんですけど、例えば1番貧困なくそう、2番飢餓をゼロにとかそんなのあります。吉本もね、ちなみにこの SDGs 取り組んでて、吉本の SDGs の伝え方もね、本質的じゃないんですけど、まあさすが吉本っていう感じでね、吉本の SDGs は1番 SDGs っていうのは1番貧困をなくそうっていうのがあります。世界ではこんな貧困があります、ちなみに吉本興業ではこんな貧困がありますわーっていう。で2番飢餓をゼロに、世界ではこんな飢餓があります、吉本興業ではこんな飢餓がありますわーっていうのやってるらしくって、まあ大事かなと、はい、だから両輪でいいんですよね、多分どれも否定する必要がなくって、それぞれがそれぞれの立場でやれることをやっていくってことは間違いじゃないんですけど、まあそれだけではないよと、はい、今世間である SDGs は足りてないよっていうのが一応僕の見解ですね、はい、でまあ本当にジェンダーとかね、水とか、あとエネルギーの問題とか、まあ住み続けられる街づくりをしていこうとか、
人や国の不平等をなくそうとか、まあ、いろんなマークがこうやって並んでるわけです。気候変動に具体的な対策をとか、海、陸、豊かさ守っていこうよとかいろいろ並んでて、最後17番がパートナーシップで目標を達成しようっていうのが並んでるんですけど、まあ、この17番の目標一個一個は俺そこまで重要じゃないと思ってて、これ結局何が言いたいかっていうと、すっごいふわふわしてるでしょ。なんか当たり前の理想論を17番も並べてって僕も最初思ったんですけど、どういうことかっていうと、関係ない人誰もいないよっていうことが言いたいだけです。要は、はい、誰も関係なくないよ、他人事にすんなよっていうことです、はい、で要するに地球に住んでる以上全員が当事者で考えなきゃいけないっていうことで、最終的にここですね、地球の自分事をみんなでしてこうよっていうことです、はい、最初 の、ね、もうあの委員長がゴミ拾いのいい話を最初にしてくれたんでやりやすいんですけれども、僕考えてるのが、自分の部屋にゴミをしてて拾うのに自分の町にゴミをしてて拾わないの、なんでなんですよ。これやっぱ町の自分事ができてないからですね。自分の町を自分の部屋のように思ってたら絶対拾いますよね。でそのゴミを拾うってやっぱり目の前の人って当たり前のことじゃないですか。けど世間の目なのか、面倒くさいからなのか、まあそれこそコロナウイルスがとかっていうことなのか、当たり前のことを当たり前にできない世の中って何なんだろうって最近ようやく思い始めて、まあ子供生まれたきっかけなんですけど、そこを持ってくるためのツールに SDGs は結構いいなと思ってて、だからこんだけ流行ってるんだったらそれを利用してみんなが地球を、自分の街を自分ごと化するためのスイッチに使ってやろうっていうのはすげえ野心として思ってます、はい、大丈夫？ごめん、ちょっと強く言い過ぎたかな。思いが出ちゃった。で、まあ、要するにこういうことかなと思うんですけど、まあ、とにかく SDGs が求められている背景としては、よくね、ありますよ、やっぱり。地球の温暖化の問題とか、あとは、まあ国連がお金稼ぎをしているとか、まあ、いろいろ言う人はいるんですけれども、とにかく地球の資源が無限にあると考えられていた大量生産、大量消費の社会から、変えていかなきゃいけないっていうことです、はい、で僕らが今まで当たり前に、享受できてた、受けてこれた社会は大量生産大量消費の社会で、物が壊れたら捨てたらいい、新しいものを買ったらいいって言われたんですけど、これやっぱ長続きしなかったんですね。どうやらそれが見えてきたっていう感じです、はい、で有限の地球の資源を分かち合う社会になってきてるんだろうなっていうところで、まあ、この SDGs が使われるべきだと。で今のところさっきも言ったんですけれども、 SDGs の使われ方としては、地球の資源が無限にあると考えられていた大量生産大量消費の社会をさらに推し進めるために SDGs が使われてるんで、誰も本質を理解してねえなっていうのはちょっと思ってます、はい、でまあ一番大事なことは結局社会が変わるっていうことなんで、今までの常識とか今まで当たり前だったものが通じなくなってくるっていうことですね。でそれをやっぱ受け入れなきゃダメです、はい、去年やってたことが今年はできなくなるっていうのが、これからさらに増えてくると、ていうかまあ、そうですよね、体感されてますよね。皆さん、何らかの活動されてる方も多いと思うんですけど、地域の育成会で、びっくりした、子ども会で、びっくりしたんですけど、自分の子どもが小学校1年生に上がるっつうんで、誘いが来て、で僕も子ども会に育ててもらったし、地域コミュニティが豊かであるに越したことはないんで、もちろん入れる気でいたんですけど、その子から誘われた時に言われたのが、最近育成会、子どもが減っちゃってさ、って、ああ、そうなの、そういうもんだよねって思って。で去年コロナでさ1年何にもできなくってさって、だからてっぺんちの子供にも入ってほしいんだよって言って、その人が渡してくれた1年間の行事スケジュールがあったんですけど、25年前に俺が子供会にいた時と同じことやってるんですよ。そら無理よ、対戦相手誰だと思ってんすか。だって任天堂スイッチ相手戦ってんすよ。アップデートされなくてよかった、去年と同じことを何となく繰り返してればよかったのが大量生産大量消費の豊かな社会です。でこれから始まる社会がやっぱり分かち合う新しい社会になってくると、そういうところを一個一個考えてそれぞれが立ち向かっていかなきゃいけなくなるっていうことですね、はい、そんな感じが来てるっていうことで、知らないこと、今まで知らなかったこと、今日まで知らなくってここまで生きてこれたからつったって、知らないことに知ること、それに蓋をしてたらアウトです、はい、なんでなんだろうな、今日のこういうセミナーとかだって近所の人には言えなかったりするでしょ。知らないことを知ること、みんな怪しいって蓋するんですよ。知らないことを知ることを学びと捉えて、そこから考え方や行動を変えていくことを恐れない、挑戦して失敗することを恐れないみたいなことかなと思います、軸としては。でこれがすごく分かる動画があるんで、それを見ていただきたいなと思います。ごめん、お嬢ちゃんの存在忘れてた。ちょっと難しい話しすぎてる。なんとなく言ってること分かる。社会が変わってワクワクする社会が来るから、ね、はい、炭治郎入れてきたぐらいじゃダメかな、やっぱり子供のご機嫌をこういうところで撮ってるんだけど、そうか。
知らないことを知ることが学び、ね、知らないことを知ることは怪しいとか、すぐ蓋をしない、とりあえず一回聞いてみる。でそこから考え方や行動が変わることを成長と捉えた上で、一個動画見てほしいんですけど、あのね、ヨーロッパの動画で、まあ、見たことある人もいるかもしれないですけど、ヨーロッパは、まあ、日本なんかと比べると環境への意識がかなり高いって言われてます、はい。で日本で芸能人の不倫が、報道されているような時間帯で必ず気候変動だったり環境問題みたいなのが話されているそうです、はい。それは環境活動家の谷口君っていう人の話聞いて、ドイツ在住の環境活動家なんですけど、その人から聞いて、なるほどなって、それぐらい文化が違うと。で海の向こうヨーロッパの方では部屋の電気がついてたりすると、日本では電気代がもったいないから消しなさいって言うんですけど、向こうでは環境に悪いから消しなさいっていうらしいです、はい。それぐらいいろんなところの文化が違うヨーロッパ、環境への意識が高いヨーロッパで、広場があって、街の広場に200円で T シャツを買える自販機を置きましたっていう動画です、はい。じゃあお嬢ちゃん、200円で T シャツが買えたらどうですか。高い、安い、二択。200円、安い、正解、拍手を送ってあげてください。素晴らしい、こういう成功体験が一個一個変わるかもしれないですからね。素晴らしい、正解です。安いんですよ。で安いなっつって街の人がいっぱい集まってきたよっていう動画です。ちょっと解説入れながら見てもらうんで、これがその自販機です。 T シャツが200円で買えちゃう。まあ、みんな興味本位でね、うおー安っつって寄ってくるんですよ。でこれ普通の自販機とちょっと違うのが、200円入れて買おうとした瞬間にある動画を見させられます。顔が変わります。あれってなります。知らないことを知った瞬間なんだろうなと思うんですけど、これどういう動画かっていうと、この200円の T シャツを作るのに発展途上国でどういう人たちが働いて、どういう労働条件でやった結果、この200円の T シャツがあなたの元に届けられるかっていうのを知らされる動画です。まあもうさっきと違いますよね、顔がね。ワオっていう。僕はこれ初めて見た時泣いてね、なんていうか、いかに自分が愚かで知らないんだろうっていう。これ、最後にボタンを押してるんですけど、そこに出てくるボタンが、まあ今まで知らなかったことを知って、そういう状況なんだっていうのを知った上で、それでもあなたは買いますかっていうボタンと、それとも寄付しますかっていうボタンが2つ出てきます。で200円だから T シャツ買いたいっつって来た人が、知った瞬間に寄付するっていう行動を変えてるっていう動画です、はい。だから僕らが今その行動が変えれてないのは知らないだけなんで、とにかく今知らないことを知っていく努力は絶対にやめちゃダメだなって僕はこの動画を教えてくれてる気がして。でこれ結局ね、このまあいろいろバングラディッシュのああいうのとか、いろいろ工場がね崩れてどうこうみたいなのありましたけども、とにかくあれしたいのは、寄付するのが偉いとかっていう話じゃなくて、それはいろんなことを考えた上で、その個人が考えたらいい。どうしたってね、上着着てなきゃ200円で T シャツが買えるんだから買った方がいいですから。それはもうそれぞれの状況で違いますから。ファストファッションを否定するための広告の動画なんですよ。よくない、やめようよっていうための広告の動画なんで、みんなが寄付するよっていうボタンを押してるのはどうでもよくって、まあどうでもよくはないんだけど、そこは重要じゃなくて、この動画が言いたい最後のメッセージが素敵で、これ人は知ってしまったら必ず気にかける生き物だっていう、それが最後のメッセージです、この動画のメッセージ、はい。なんで結局やっぱ正義の押し付けは世の中を変えないし、人は他人を変えられないです。変えられるのは自分だけなんですけれども、人は知ったら絶対知らんぷりはできないよ、気にかける生き物だよっていうのはすごく素敵かななんて思います、はい。ガツンと響くように赤の背景で描いてるっていうね。とりあえず1個これがきっかけだったの確かで、まあさっきも名前出たんですけど、谷口君ってね、環境活動家のお話、あとは藤原博信さんも、ケイにも仲いいから、その人のお話なんかもぜひ1回聞いてほしいなと思うんですけど、そこでお話聞いて面白かったのは、お嬢ちゃん何歳？忘れちゃった？8歳。いいですね、8歳。これね、ドイツなんですよ。
ドイツは今毎週末環境に関する気候変動に関するパレードが行われているらしいです。デモです、要するにデモ、ドイツでは週に1回デモがもう日常的に行われて、すごい人数が参加してて、環境のこと考えてこうよってやってるらしいです。ここにお嬢ちゃんと一緒、8歳の男の子が参加してたんですって。8歳の男の子、参加させられてるんじゃなくて自分の意思で、ね、その子がプラカード掲げて参加してて、そのプラカードに書かれてるのが僕がグッときたんですけど、すべきこと、やるべきことは全てやったということができるようにって書いてあったそうです。その8歳の男の子が持ってるプラカードに、するべきこと、やるべきことは全てやったということができるようにっていうふうに書いてあって、それどういうことかっていうと、環境って、環境問題って、気候変動って車と一緒で急に止めれないんですね。本当に温度が上がってきたからそろそろちょっと抑えようか、贅沢をじゃないんですよ。やっぱりいろんなものがつながってって、いろんなところで影響し合ってるんで、動き出しちゃったらもう止めれないんですよ。だから今のうちからやんないとなって、もう遅いぐらいですけど、その男の子のプラカードに書かれてる、そのすべきことを全てやったということができるようにっていうのは、その8歳の男の子が自分が大人になった時に子供が生まれて、その子供が周りの地球環境を見渡して、パパ、なんでなんとかできるうちになんとかしてくれなかったのって言われた時に、いやいやいや、俺は自分がやるべきことは全てやったよっていうことができるように、今このパレードに参加してますよって言ったらしいんですよ。グッときません？ね、それぐらい考えている国が実際に海の向こうではあって、そういう事態が起こってるっていうことを、まあ、知らないで生きれてる日本は豊かで平和だなとは思うんですけど、まあ、ちょっと気にしていきたいななんて思ってるっていう話で、でこの辺は結構僕の中の原点になったっす。はい、もしなんか環境のこと考えるの結構しんどいんだろうなっていう人は、なんかその人から のアドバイスで、大切な人に宣言するのがいいらしいっす。はい、家帰ったらだから父ちゃんやるよって、母ちゃんやるよって、お前にいい未来を渡すために、実際僕はもう自分の娘には話し合って、はい、子供に胸張って渡せる未来を作るために活動していくっていうね。はい、で、今日は分かりやすく SDGs というものが何なのかっていうのは、まあ、ポテトチップスで考えていきたいかなと思います。はい、ポテトチップスから地球温暖化ということで、この辺もみんなに考えてもらうのが本当は一番いいんですけど、ちょっと今日時間がないんでポンポンいきたいと思います。ポテトチップスを揚げている油ですね、これが問題です。はい、皆さんの食べている安い70円はちょ、それ失礼だ。みんなもしかしたら300円で食ってるかもしれない。俺が食べてる、俺がよく口にしてる70円、80円の安いポテトチップスを作るためには、安い油が必要なんです。はい、効率のいい油。で、それを作るために、これですね、これインドネシアのスマトラの写真なんですけれども、油の材料、これが、パームヤシです。パームヤシね。パーム油って言われるやつなんですけど、これもともとここ熱帯雨林があったところです。熱帯雨林があったところ、ただ人間が必要なこのパーム油を作れるところは熱帯雨林しかないっていうんで、貴重な熱帯雨林を伐採して燃やして、この大量のヤシ農園を作ったっていうことです。で、これがこんな風に出てるんですけれども、もともと、文字ちっちゃいんで読みますけど、1985年に国土の 58% が熱帯雨林だったのが、2016年右下には 24% に熱帯雨林が減っていると。熱帯雨林は本当にただただ何でしょう、緑だからどうこうっていう、そこに生態系めちゃめちゃできてるんですよね。やっぱ特殊で、その根っこの部分にはとてつもない CO2 がこう眠ってるとか、なんかそんなのがいろいろあって、本当に大事な地球の資源で、やっぱまた作ろうと思ったらめちゃめちゃ時間かかるもんですよ。それがこんな風に失われてってると。で、それがまあこのパーム油のためなんですけれども、じゃあポテトチップスだけかっていうと、まあ右上はポテトチップス、植物油っていう風に入ってるんですけれども、食パンにもショートニング、マーガリン、植物油脂、乳化剤、香料っていう形で入ってたり、もういろんなものに使われてると。じゃあ菓子パンやめようか、ポテトチップスやめようかっていうことなんですけど、これがどっこい、朝から歯磨き、洗顔、朝食、メイクアップ、昼に行って、洗濯、掃除、お昼ご飯、おやつ、夕食、お風呂の時のシャンプー、夜のスキンケアと、こういうところ、あらゆるところにこの植物性油が入っていると。で、なんとなく植物性油って聞くとめっちゃ環境にいいような感じになるんですけど、実際はこういうことっていうね。はい、これ全部やってない人いますか？
ね、全員当事者です、はい、そういうことだと思います。で、まあ、とにかくこの、熱帯雨林を壊して、パームヤシを大量の、ヤシ農園を作るために、オラウータンが住処を奪われ、これは俺もう本当かと思ったんですけど、これ象、小象、小象らしいんですけど、小象じゃなくて小象ね、小象らしいんですけど、これ象ってやっぱ大きいから罠を仕掛けておくらしいんですよね。罠仕掛けておいて、その熱帯雨林がどん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 少なくなっていった、人間の都合で住めるところがなくなった、苦しくなって出てきた象が罠に引っかかって、ただ象はなかなかでっかくて手強いから餓死するまでほっとくらしいです、はい。安いスナック菓子が安いパーム油につながって、その安いパーム油が大きいヤシ農園につながって、大きいヤシ農園が森林伐採で、そこから温室効果ガスが増えて地球温暖化につながっていきますよっていうことです。で、僕らの身近が結局コロナウイルスが中国の武漢で発生して世界中にあっという間に広がったように、僕たち地球やっぱりみんなで住んでるんですよね、はい。日本とか地域とか自分地位とか、それこそ自分さえ良ければいいやじゃなくて、本当につながってるんで、結局どっかに影響を与えたらそのしっぺ会社は必ず自分のところに帰ってくるっていう意識かななんて思います。よく言われるんですけど、森林伐採があったら森林伐採やめろよって、これは言えるんですよ。簡単です。だって良くないですよね、森林は切らない方がいいっていうのは誰でも分かるんですけど、この森林伐採が起こってる、この森林伐採が起こってる理由を考えないで森林伐採やめようよって言ったら、この目の前の森林伐採は止まります、はい。ただその根っこの部分を何も顧みてないんで、別のところの森林伐採が起こるだけです、はい。で、その犠牲になっているのが発展途上国ということで、だからなんか広く面で捉えていくことがすごく重要なんかなっていう、その視点を持つことっていうのが重要なんかななんて思います。で、ちょっとスピードがすみません上がってきちゃってるんですけども、分かりやすい単純な図で、地球っていうのを考えた時に SDGs は環境、社会、経済っていうこの3つを3点で分立させるっていうことですね、はい。で、冒頭でも話したんですけれども、今世間で、いろんな企業さんが、いろんな自治体さんが SDGs を頑張っていこうとしていると思います。ただ考えなきゃいけないのはどうなのかなって思ってるのが、あなたたちのやってる SDGs こっちじゃないですかっていうことなんですよね、はい。経済がそもそもあって、その経済を回していく上で出てきた利益で環境のことを取り組んだりとか、出てきた利益、余った利益で社会貢献活動をしていくっていうことを SDGs って言ってないですかっていうことですね。ここが今一個は日本で引っかかってるすごく大きな問題かななんて僕は思ってます。あくまでこっちです。環境、社会、経済を並び立たせて地球っていうものを考えていくね。考えたんですよ、やっぱり、なんか自分の思ってる SDGs と世の中で進んでる SDGs が全然違くって、なんでこんなことになって、もともとやってた CSR 活動、社会貢献活動だったり環境保全活動に番号をつけてうち SDGs ですっていうのはなんでありになってんだ、だってそれで社会何も変わんないじゃないですか、地球多分救えないじゃないですかって思ったんですけど、やっぱり明確に線引きがあって、CSR 活動っていうのは企業が経済活動、お金を稼いでその余った利益で、社会のために何かをするのが CSR 活動です。で、一方 SDGs はその会社の存在価値だったり向かう方向、そういったものを丸ごと地球そのものに向けるっていうのが SDGs です、はい。なんでちょっと大企業の方いたら申し訳ないですけど、大企業ほど SDGs を本当にやっていくのは難しいと思うし、中小企業こそまさに今僕はチャンスなんだろうななんていうのはなんとなく思ってるということですね、はい。で、学校生活で考えるとこういうことかなと、はい。勉強、恋愛、部活のバランスをよくこう見ていくっていうことですね、はい。なんか面で捉えるっていうことなのかなって、一個一個に執着しすぎないっていうことですね。そういう視線も大事ですけれども、広い目で見るっていう視点も大事にするっていうことで、で、これやっぱりね、この例え考えた時に俺は秀逸だなと思ったんですけど、これでもまだ伝わらないっていうことで、大人の方には、はい、嫁姑問題がいいんじゃないかと思って、はい。嫁さんのご機嫌を取ったら姑のご機嫌が悪くなる、姑のご機嫌取ったら嫁さんのご機嫌が悪くなる、嫁さんと姑の両方のご機嫌整えようと思うとやっぱりそれなりに努力しなきゃダメですね、
嫁さんの好きなものを聞いてみたり、姑が何にストレスを感じるのか聞いてみたりっていうところで、お互いの妥協点を探してあげるんですよね。大いなる妥協点、その大いなる妥協点を探すのに、環境、社会、経済を3つちゃんと訴状に机の上に載せて考えようよっていうことです、はい、だから知らないことを知ることを拒否してたらもう絶対無理です、それは。で、嫁さんと姑のご機嫌が奇跡的に取れた時に、さあ僕の生きる意味って何だっけってね、ここもちゃんと向き合っていかなきゃいけない、この3点のバランスを組み立てることがなんとなく SDGs の考え方かなと思います。で、よく日本っていうか、まあ普通人間がやりがちなんですけど、目標にしちゃうんですよね、 SDGs を目標に、はい、けど SDGs は多分あくまで手段です、はい、だから皆さんの中で大切にしている宗教とか、まあそれこそ政治もそうですし、なんかいろんな自分の中の軸、学びとかがあれば別に SDGs じゃなくていいと思います、はい、SDGs は一つの手段で、皆さん一人一人が自分の人生をしっかり生きるための手段って捉えていただけるとすごくいいのかなと思います。はい、じゃあちょっとそろそろ終わりますので、いきましょう。 SDGs の、分かりやすい捉え方でよく出されるのが、ウェディングケーキモデルって言います、はい、で一番上に経済が乗っかってるんですけれども、経済最優先だとあんまり良くないよってことですね。その下に必ず社会があって、で社会の下に環境があって、この3つが初めて成り立ってて、上の経済っていうのが回ってたっていうことで、それを改めて考えなきゃいけないねっていうことですね。環境があって、社会があって、経済、はい、で、まあ経済を回せてる資本主義の時代があって、豊かな時代があって、その間に社会と環境がなんとなくおざなりにされてバラバラになってきちゃったと。で改めて環境があって、社会があって、経済なんだっていう、で上から一本線で指してるのがパートナーシップ、物事を達成しようということで、まあお友達と仲良くしようよっていう、業種とか業界とかの壁にとらわれずと、はい、で僕分かんないですけど、難しいことは分かんないですけど、俺政治も本当に政党の壁とかももういらないんじゃないかななんていうのをなんとなく思ってるですね。けど多分ここで言うことじゃないですね、はい、じゃあ、現代社会の問題、なんでこういう面で捉えるようなことが必要なのかということですけど、これは、今までジグソーパズル型の問題って言われてました。一個一個、ピースをはめていけば必ず正解にたどり着けるっていうジグソーパズル型の問題って言われてた問題が、よく考えてみたらルービックキューブ型の問題だったねっていう風になってます。でルービックキューブって一個の面、例えば何でしょうね、貧困とかを解決しようと思って貧困の面をバーって熱中して揃えたと思ったら、裏側横側ってバラバラっすよね。奇跡的にそこ揃ってるなんてことほぼないじゃないですか。なので全部をこううまくアレンジしようと思ったら、まあ誰かと協力してでもいいし、いろんな面から眺めて眺めて一個ずつ一個ずつ完成させていくっていうような考え方が必要っていうことです。でそのための SDGs17 項目標があるっていうことです。多面的で複雑、各要素が相互に依存していて細かく分解できないため全体の調和が必要になってくるよっていうのが今現代に置かれるルービックキューブ型の問題です。だからいいお医者さんほど、今までだったら怪我した人が来てその怪我を見て薬を出してお大事にって終わってたんですけど、いいお医者さんほどちなみにその怪我何でしたの、あなるほどなるほどなるほど、あじゃああなたの地域には運動する場所がちょっと少ないんだね、ちょっと地域の人集めて運動する場所作ってみようか、誰々さん誰々さん協力してもらっていいとかっていうことをやってたりしますね、はい、それはもう介護とかでもそうだし、お笑いなんかもそうなのかななんて思います、はい、その間をつなぐっていう接着剤 SDGs、はい、すごく優秀なのかななんて思います。でちょっといろいろ他にもお話ししたかったんですけれども、もう無理そうなので、そうそう近いですよね、いい声ですよね、はい、じゃあちょっとケイニーさんとも話したいんで、じゃあ、これ最後に、結局我々が人である以上は、まあ、SDGs が求められてて、いろんな業界との壁があったりなかなか大変です、点じゃなくて面でいろんな物事に向き合っていくっていうのは大変なんですけど、もうそもそも原点に戻ってコミュニケーションというものを見直してみようよっていうことですね、はい、でこれ一個素敵な動画で、これも感銘を受けた動画なんでちょっと最後に共有して僕の、お話は終わりたいと思います。一応タイトル人と人が分かり合うっていうことなんですけど、これアメリカでね黒人差別が色濃く残ってる頃のアメリカで、まあ、人々に理解を促すじゃないですけど、学校の授業でやったアクティビティ、まあ何でしょうね、ちょっと体を動かして学ぶような授業の動画です、はい、黒人白人がみんないて今から徒競走するよって言います。でその徒競走は1万円を1位でゴールしたら1万円がもらえる徒競走です。でその徒競走をするにあたって
一個ルールがあって、先生がこれからいくつか質問するから、その質問に当てはまったら2歩前、当てはまらなかったらその場にとどまって、で、用意どんで徒競走しようよっていう動画です。If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home.Take 2 steps forward if you have access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you never had to help mom or dad with the bills.Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made.Has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I've said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start.But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you.And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go!まあ、こんな未来の方が素敵ですよね、なんかね、そういう感覚かなと思うんですけど、まあ、とにかく、SDGs 最後のまとめの1枚ですけど、ビジョンを共有すること、まあ、向かうべき未来をみんなで共有することっていうのと、あと、まあ、自分の得意不得意とか、できること、できないこと、何でお金を稼いでて、何で支出してるのか、地球の環境がどういうことなのかって、現状認識を諦めない、徹底して現状認識をしていくっていうことですね。でそのための、まあ、道具として SDGs の、 17個の目標でマッピングしていくみたいなのも結構おすすめなのかなと思います。で、それを通じて自分ごとか当事者意識をしていって、それをした時に SDGs っていうのが世界、日本、いろんなところで共通言語に皆さんの中でなっていくっていう、で、あくまでも自分が起点で世界とつながっているっていうのが大まかになんとなく自分が持っている SDGs の要素かななんて思ってます。で、SDGs にこれは公式に掲げられているキーワード、これが誰一人取り残さないっていうふうにキーワードが掲げられてます。で、なんとなくこれも世間の認識だと、まあ、強い人が弱い人を救うとか、弱者を救うための言葉として使われてるんですけど、僕はまた別の見方もできるんじゃないかなと思ってて、とにかくみんなが自分の人生一人一人を自分主役で、自分軸で、他人軸じゃなくて自分軸で自分の人生生きれるようになった瞬間に、
一人一人の人生全員が主役ってことなんで、主役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 ってなったら脇役が一人もいない、結果誰一人取り残してないよねっていうことなんかななんて僕はなんとなく思って SDGs を進めてると。はい、でまあやれる限り僕もいろんなところでお話をさせていただきたいと思ってますし、いろんなことを連携して社会を変えていきたいなと思ってるんで、まあこれからも、ケンジさん含めここにいらっしゃる方で何かね感じていただいた方がいたら一緒にやれたらいいかななんて思います。ということで、じゃあすいません、終わります。富田浩二でした。ありがとうございました。